今は大阪の知り合いの方が姫路の美容師さんを紹介してくれて、そちらで靴を用意して待ってくれてるとことやったので今向かってます。こんにちは。トシさんももし差し支えなければ、うん、死ぬまでにやりたいのとかお聞きしてもいいですか？きっといっぱいやらされるんやと思う。それは神様に、はい、だから自分がこれを絶対にやりたいんやっていうより、あ、これをやるんだよっていうタイミングがたくさん来ると思うから、はい、それに逆らわずにちょっと疑わずにできたらなとは思う。自分がやりたいことと神にさせられてること、させられることは違うと思うから、はい、僕、うん、まあ、僕の体を使ってみんながハッピーになれば何でもやりたいなとは思う。選別入れて。すいません、ありがとうございます。頂戴いたします。はい、ありがとう。そうで頑張って行ってきます、はい、ここで行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとうございます。なんか気持ち悪いと思ったら朝から何も食べてへんかったですね。コンビニとかはいろいろあるんですが、どうせ地方に来たら現地のものを食べたいと。ホームレスのくせに食へのこだわりは強いんですよね。岡山の知り合いの知り合いの知り合いの家に泊めてもらうことになったんですけど、その知り合いの知り合いの知り合いがそこに着く前にその人の知り合いの家があるからそこに寄ったらいいよって言ってくれてて、だから今は知り合いの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 お店に向かっております。もはや知り合いの知り合いやったらまだわかるけど、知り合いの知り合いの知り合いくらいまで行ったらもう全然知らんよな、もはや。それやのにその上で知り合いの知り合いの知り合いがまたその知り合い紹介したから、知り合いの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 お店に今向かってるんですよ。向こうももはや誰やねんって思ってますよね。絶対いいんすかね、こんなに人をいっぱい紹介していただいて。なんとか生きております。えぐいえぐいえぐい、これはいけんわ今。まあ女心と岡山の天気は昔から変わりやすいって言いますからね。だいぶ海沿いを走っております。目的の避難所キッチンまであと2キロを切っております。ここが知り合いの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 お店ですね。こんにちは。あ、すいません遅くなりました。口磨きしてます。かっこいい、すごい。自分で山で行ってきやん。はい、あのお手本持ってきて。はいね。でも、もう15足くらい見逃してもらって、あの明日明後日ご飯食べるくらいのお金をいただきました。え、困った。ありがとうございます。行ってきます。ありがとうございます。お店、知り合いの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 お店でお弁当と唐揚げをもらって、知り合いの知り合いの知り合いの家に行きます。目的の家まで残り1キロ切りました。かなり暗いです。もうめっちゃ怖かったもん。暗くて車も通らへんし、なんか横から獣とか出てくるんちゃうかな思って
ほんま怖かったわ。